アコアルカセルこと、フランシスコアルカセルガルシアは、スペイントレント出身のサッカー選手。スペイン代表、ビジャレアル CF 所属。ポジションはフォワード。バレンシアの下部組織であるバレンシアメスタージャ出身の選手。2010年にコパデルレイのログロニエス戦で、プロデビューを果たした。ヘタフェでのアルカセル2012年8月31日、移籍期限間際に、 ヘタフェへの1年のローン移籍が発表された。ヘタフェではリーグ戦で21試合に出場し、3得点を挙げた。2013から14シーズンはバレンシアに復帰し、リーグ戦で23試合に出場して6得点を挙げた。ヨーロッパリーグ決勝トーナメント、準々決勝バーゼル戦、チームはファーストレグウレーから3で落としており、 ベスト4進出はかなり厳しい状況だったが、ホームでのセカンドレグでアルカセルはハットトリックを達成し、大逆転でのベスト4進出に大きく貢献した。2016年8月29日、バルセロナへの加入が決定。リオネル・メッシ、ルイス・スアレス、ネイマールの控えとして、第 4FW の立場を受け入れての移籍となった。12月21日のエルクレス戦で、 公式戦初ゴールを記録。2017年2月4日、第21節のアスレティックビルバオ戦では、リーグ戦初得点を決め、5月28日に行われたコパデルレイ決勝のデポルティーボ・アラベス、戦では、ダメ押しとなる3点目を決め優勝に貢献した。2017から18シーズンの開幕前には、ネイマールが退団したことにより、出場機会が増加するかに思われ、 2017年11月3日のセビージャ戦では2得点を挙げチームを勝利に導くなど少ない出番で印象を残した。しかしシーズンを通して控えの立場は変わらずシーズン終了後にはエルネスト・バルベルデ監督の構想外となった。2018年8月28日ボルシア・ドルトムントへ買取オプション付きのレンタル移籍をすることが発表された。10月6日 第7節のアウクスブルク戦では途中出場からハットトリックを決めて勝利に貢献した。ブンデスリーガデビューから3試合で6得点を記録し、ブンデスリーガデビューから3試合で6得点を記録した、史上2人目の選手となった。2018年11月23日、ドルトムントへの完全移籍が発表された。契約期間は2023年6月まで。 このシーズンはリーグ戦通算18得点を記録し、得点を争いではバイエル・ミューンヘンのロベルト・レバンドフスキの22得点に、次ぐにという結果を残した。2020年1月30日、ビジャレアルと5年半契約を結び、完全移籍することが発表された。U-17 スペイン代表では U-17 欧州選手権2010に出場し、 チームを準優勝に導き、自身も、得点王となる6ゴールを挙げた。2014年9月4日のフランスとの親善試合で、A 代表デビュー。続く9月8日のユーロ2016、予選マケドニア戦で代表初得点を挙げた。国際 A マッチ16試合10点バルセロナドルトムント。ありがとうございます。